まずは二次予選競争、ご自身のレースを振り返っていかがでしたか？そうですね、ちょっと予想外のレースになってしまったんですけど、最低限の走りはできたかなと思います。本当に今シリーズはタイトルを取ってこの次のレースという形でかなり注目もされていると思うんですけれども。そうですね、オールスター終わってから体調も崩してそれどころじゃなかったんで、なんかそんな感じではないですね、自分的には。準決勝戦です。古性選手はどんなレースを考えてますか？そうですね、自力で頑張りたいと思います。はい、他のライン先頭選手、新田選手、鈴木信之選手、ご印象としてどうですか？すごい強い選手ばっかりなんで、はい、一生懸命頑張りたいと思います。まあ、初日もまくりが出て1着スタートでというところだったんですけれども、コンディション状態っていうのはどうですか？状態自体は悪くはないと思います。小松崎選手はこう位置はどうなりました？新田君の後ろで精一杯頑張りたいと思います。どうですか、新田選手の印象というのは？臨海一の脚力なんで、まずは本当に必死こいてついていくのが仕事だと思います。改めてその初日も振り返っていかがですか？そうですね、初日がなんか最近ないぐらいの速いペースでレースが動いたんで、すごい苦しいというか、力の差を感じたっていうのが正直なやつなんですけど、今日は小林君頑張ってくれたんで、はい、どうにか一着取らせてもらったって感じですね。準決勝戦になります。3人関東いるんですけど、先頭で自力自在にですね。自力自在、はい、相手が強いので。そうですね、その新田選手っていうのはもちろん初日特戦でもスピード感っていうのは体感してると思うんですけれども。はい、ものすごいスピードでいなくなってったんで、はい、やはりじゃあそこも気になるし、古性選手の存在っていうのもどうですか？そうですね、もう自在に何でもしてくるから、僕もだから前々に踏めばどうにかなるかなって感じあるんですけど。今シリーズは初日一着スタートとなっていますけれども、ご自身で状態としてはどう感じていらっしゃいますか？だんだん調子は上がっていると思います。さあ、そして準決勝戦です。木暮選手はどう戦ってきますか？鈴木信君の番手で、関東3人で頑張ります。この先頭の鈴木信之選手の印象というのはどうですか、木暮選手からご覧になって？そうですね、キレがあるので、一撃あると思います。まずは今シリーズ2日間ご自身のレースはどうですか？そうです、もうファンの皆様に迷惑をかけ続けて2日間ともちょっと苦しい状態ですけど、しっかり勝ち上がれるように走っています。その気になる準決勝戦なんですけれども、園田選手は位置はどうなりますか？古性君の後ろでしっかり追走していきたいと思います。連携実績というところはどうでしょうか？もう何度もありますし、しっかりレースしてくれるので、もう自分がしっかりついていくだけです。一生懸命頑張ります、応援してください。この地元記念に向けてというところだと思います。ここまで2走してはどうですか？そうですね、だいぶ緊張してるんで足の状態がそんなにわからないんですけど、一応今日も最後踏めたんで、調子はいいのかなと思います。さあ、そして勝負の準決勝戦となりますけれども、はい、短期なんで、チャンスあればっていう感じですかね。今こう主導権取っていくっていうのは意識されてるんですか？いや、意識は特にはしてないんですけど、自分らしい走りということを考えると、ああいう感じで結果として積極的なレースになっているのかなと感じてます。新田選手ライン3社となりそうですが、太一さんと話してお話して、自分が前で、太一さん番手で3番手大月さんについてもらうという形で3社でしっかり頑張りたいと思います。勢いある古性君とノブと、油断できないので、しっかり自分らしい走りをまずして、その中で、ゴール前勝負できるようにラインで勝ち取れるように頑張りたいです。まずは二次予選競争の変わり見事でした。ご自身で振り返ってどうでした？躊躇した部分もあったんですけど、うまく突っ込めてよかったです。一か八かって感じで目つぶって入ってきました。準決勝戦です。中田選手の位置はどうなりました？明日は鈴木信之さんと木暮さんの後ろ3番手固めます。久々の連携なんでダッシュがいいんでね、踏み出し集中して頑張ります。今シリーズは初日1着スタートで、そして二次予選競争も2着となっています。はい、もうかなりいいと思います。さあ、そして準決勝戦となります。大月選手こう位置はどうなりますか？はい、新田小松崎の、はい、3番手で、もうすごい頼れる自力なんで、自分が逆に迷惑かけないように、はい、しっかり走りたいです。明日も頑張ります、応援してください。